ほーん。ああ、よし。よし。よいしょっと。よいしょっと。行くかな。よし、ここだ。ありがとう。よいしょっと。わりゃ！わりゃ！切られたいものからかかってこい。よいしょっと。よいしょっと。行くぞ！ペンタグラムソード！
いしょっと。はい。ありがとう。まだ調子悪いぞ。本当に大丈夫だったのか、あの魔法。でも魔力は上がってる気がする。まだ少し体の節々が痛むけど。まったく情けないぞお前たち。なんでエルザは平気なの？きっと元からセカンドオリジンがあったんだよ。それは納得できる。それにしてもこんなでけえ町初めて来たな。私もです。花咲く都クロッカス、フィオーレ王国の首都だからね。それでお花がいっぱいなんですね。やっと来たかお前たち。マスター、参加の手続きは済ませてきたぞ。フェアリーテイルの力見せてくれるわい。おい、フェアリーテイルだって？あいつらが万年再会の弱小ギルド。誰だ今笑ったの。よせ、どうせ今年も再会だろ。優勝はセイバートゥースで決まりさ。笑いたい奴には笑わせとけ。くっそー。よいか、3000万じゅフィオーレ一のギルドを目指すため全力を出すんじゃ。このままではわしらの命を救ってくれた初代に顔向けできん。よし、よし。何？
技は明日からのわけだが、いかんせん内容がわからんの。毎年やってる競技が違うのか。私も一応過去の記録読んだけど、競技に一貫性がないのよね。ま、出たとこ勝負ってわけか。バトルだったらいいな。謎の魔力に謎の競技か。エルザ、明日までに公式ルールブックを読んでおけ。これを読めと。任せて、風読みのメガネ持ってるから。かいつまんで説明すると、大事なことは3つかな。まずは各ギルドのマスターは参加できないこと。ま、そうじゃろうな。ギルドの紋章をつけていない者を客人として参加させないこと。ま、それも当然だな。各競技は競技開始直前まで秘匿とし、各競技のルールもそこで説明される。試合によってルールや出場できる人数が全然違うみたいだから注意してね。出場者はすでに決めておる。ナツ、グレイ、エルザ。ここまでは順当よね。あと2人はルーシーとウェンディじゃ。無理ですよ。ラクサスさんやガジルさんもいるでしょ。だってまだ帰ってこないんだもん。マスターは個々の力よりチーム力で判断したんだ。選ばれたからには全力でやろう。うん、そうだね。あ、最後に注意書きがある。参加者は指定された宿に12時までに帰ること。12時？いつの？今日の夜中ってことでしょ。ガラスの靴を履いたお姫様みてえだな。12時、指定された宿。まだたっぷり時間があるじゃねえか。せっかくこんなにでけえ町来たんだ。探検するぞ。はいさ。来たな。それならいいレストランがこの町にある。リオン、大魔党演舞に出るんだってな、グレイ。まあ優勝するのは俺たちラミアスケールだがな。一つ賭けをしよう。ラミアスケールが優勝した暁にはジュビアを俺たちのギルドがもらう。なんじゃそりゃ。俺たちが勝ったらジュビアをお前たちに返そう。もともと俺たちのギルドだよ。男と男の約束だ。忘れるなよ、グレイ。賭けになってねえだろうが。ふざけんな。負けるのが怖いのか。なんだと。グレイ様、ジュビアを取るかリオン様を取るかはっきりしてください。お前全然話見えてねえだろ。
がとう。よいしょっと。